エスケープはフォードが製造、販売している自動車である。2000年発売を開始。日本市場には同年12月6日に発売された。フォードと当時参加であったマツダが共同開発した小型 SUV で、マツダからも姉妹車としてトリビュートが発売されている。プラットフォームはモノコックであるが、セダンからの流用ではなく、 トリビュートとエスケープのために新規開発されたものである。同年、欧州でもフォード・マーベリックの名称で発売開始。エンジンは当初フォード製、直列4気筒2.0リットルとフォード製 V 型、6気筒3.0リットルの2種類が用意されたが、時期音は2003年に、マツダ製2.3リットルに切り替えられた。2004年には、マーキュリー1、 バッジエンジニアリング社のマーキュリーマリナーを発売。2006年6月21日、一部改良して発売。フェイスリフトされたアジア太平洋使用者が日本にも導入された。同時にシフトレバーの位置もコラムからフロアに変更された。従来モデルは右ハンドル仕様はマツダ製だったが、この一部改良で台湾からの輸入車に切り替えられた。2008年2月14日、 メカニズムはそのままにエクステリアを刷新。新しいフロントマスクや前後大型バンパーの採用、リアハッチゲートのリデザインなど全面的に見直された。これを機にバリエーションが2.3リッターの XLT と3.0リッター V6 のリミテッドの2モデル構成に変更された。2009年11月4日、一部改良して発売。フロントグリルバンパーのデザイン刷新。 バリエーションが2.3リッターの XLT とリミテッドの2モデル構成になり3.0リッター V6 は廃止された。2013年2代目クーガの登場により日本向けを廃止。2004年 SUV としては世界初のハイブリッド車となるフォードエスケープハイブリッドが追加販売された。基本的にはトヨタプリウスなどと類似した。 ハイブリッドシステムを採用するが、トヨタの技術協力は受けていないとされる。アトキンソンサイクル化した直列4気筒 2300cc エンジンに、アイシンオータム・ウィンターと共同開発したシステムが組み合わされる。バッテリーは採用電気製。アメリカ・ミズーリ州、カンザスシティで生産され、姉妹車にはマーキュリー・マリナーハイブリッドがある。エスケープ。 トリビュートの生産は当初、右ハンドル仕様が松田の豊富工場で、左ハンドル仕様がフォードの米国カンザスシティ工場で行われていた。しかしながら両者とも、日本市場では不審であったことから、戦略の変更を余儀なくされ、2006年からは、北米使用車を従来通り、フォードの米国工場で、アジア太平洋使用車を台湾、 福徳6は2社の工場で生産することとなった。これにより、豊富工場での生産は、トリビュートが2005年12月に、エスケープが翌2006年1月に終了。2006年6月より、日本国内向けエスケープがマイナーチェンジされ、日本使用者は台湾からの輸入に切り替えられた。2006年12月、ロサンゼルスオートショーにて初公開。 翌2007年から2008年モデルとして発売を開始した。エンジンやプラットフォームは先代からのキャリーオーバーとなる。ニューヨーク市では同社のハイブリッドをイエローキャブとして採用している。2011年ロサンゼルスオートショーにて初公開。これまでのフォード CD にプラットフォームからフォード C1 プラットフォームに切り替えている。 2013年にフルモデルチェンジされた2代目空ガは、ワンフォードプログラム戦略にのっとり、東大と共通のボディを有する。日本を含むアジア太平洋地域では引き続き、初代モデルが販売されるが、韓国では、米韓自由貿易協定発行に基づいて3代目が、販売される。2015年11月のローサンゼルスオートショーにおいて、改良系を公開した。 2019年4月発売を開始した。2005年の第39回東京モーターショーではエスケープをベースにフォードアジアパシフィックと福徳ロクア2社が開発したフォードイクエーターコンセプトが2007年の第40回東京モーターショーではフォードエスケープアドベンチャーコンセプトがそれぞれ出展されている。ありがとうございます。